どうもこんにちは。 えー、今日は西アジア、中央アジアの方を解説していきます。ちょっとあの、時間が僕、まあ、プライベートのことなんですけどないので、ちょっと動画の質悪いかもしれませんが、まあ、ここなん,なんだお前なんか、お前喋るの止まってるじゃないかというところは、あの、10秒ス,スキップ通して、あの、見てもらったらいいんですが。えっ、ー、と、西アジアについては、まあ、知識は、まあ、よく出てきますね。で、えっ、ー、と、中央アジアについては、ま、出題例が少ないので、まあ、出るにしても、系統地理の方なのかなと。まあ、知識っていうのはその国々の特色であったり、えー、系統地理。系統地理っていうものは、あの、まあ、気候とか、あの、 降水量のまあそんな形ですね。そういうのを系統地と言います。で、えっ、ー、と西アジア、中央アジア両方に共通しているのは標高、国名、気候この三つを押さえておけばある程度問題あの解ける問題が増えてきます。 まあ、あと、あの、西アジアについては細かい知識とか必要なんですが、あの、まあ、とりあえずそこはいいとして、あの、標高、国内気候、ここら辺が抑えて、えー、入れると、まあ、ある程度こう、も、解ける問題も多くなってくるので、えー、そういうところを目指していきたいと思います。で、出題例かなり低いです。なので、あの、俺、チリめっちゃ苦手だっていう人は、この、うん、ここら辺からやるよりも、なんか、えー、ヨーロッパとか、うん、東アジアとか、東南アジアとかですね、そういうふうななんか出題例の高いところ、 え、というか、まあ大、大事なところですね。アフリカとか。そういうところから、えー、まあ手をつけていくと。まあ、南米とか北米もそうですね。というところから、えー、やっていくといいと思います。まあ、とりあえず、ここは、まあ、あのー、そうですね。まあ、僕の勉強も兼ねてる <laughs>、っていうところは言えるので、えー、ここら辺にしたいと思います。ということで行きましょう。えー、っと、まず標高から見てみますか。標高については、このオレンジの部分が高いってことが言えます。ま、あとはそこまで高くないと。まあ、その、インドとかだと、まあ、ここら辺にデカン高原がありますから、まあ、意外と高いってことは言えるんですけど、あ、ここいいんだね。 ここら辺にデカン高原があるので、まあちょっと高いんですが、まあそれを差し置いてかなり高いんですね、ここら辺。トルコなんか相当高いんです。え、あと、え、アナトリア高原というふうに言います、ここ。で、そのアナトリア高原、まあ高原っていうぐらいですからやっぱ高いと。で、ここにあるのがカフカス山脈ですね。ちょ、ここら辺ちょっと溝があるような感じですが、カフカス山脈っていう高いところがあると。で、えっ、ー、と、最高、最高の標高が5642メ、えートルですね。だから富士山よりもはるかに高いということが言えます。 あんまイメージないと思うんですけど、そこまで高いってことなんですね。はい。ということはめちゃめちゃ寒いっていうことです。はい。じゃあ、えっ、ー、と、ここら辺は、ま、高いんだと。そこら辺は押さえておいてください。じゃあ次、国名いきます。で、国名を覚えるときに、まあ、標高も、まあ、見ながら行ってみましょう。ということで、国名。まあ、基本的なところから行きます。で、ちょっと、スペース小さいので、まあ、動画っていうこともあって、まあ、小さい国については、ここら辺にありますよっていうふうに紹介します。例えば、えー、ここら辺ですね。ここら辺に、えっ、ー、と、イスラエルとヨルダンがあります。 お前そんな汚え説明聞いたことねえよっていうふうに思うかもしれないですけどとりあえず今回はこれで許してくださいここにイスラエルとヨルダンがあるだかこうした方がお前こんな教え方すんなよっていうふうに思って逆に覚えれたりするっていううん,なんか何でもないですいいわけですはい <laughs> イスラエルとヨルダンですねここがヨルダンとかなんかなかなか覚えにくいですねイスラエルは聞いたことあるけどヨルダンって聞いたことない人もいると思うのでまあヨルダンってまああのー、修学旅行のね夜のダンみたいなヨルダンっていうふうに覚えときはいいんですけど で、えっ、ー、と、このでっかい国がサウジアラビアですね。サウジアラビア。これはちょっと知っておいてほしいです。っていうかまあ、サウジアラビアってほ石油大国なので、まあ、それなりにこう、面積が広くて、あの、こう、海に面しているところが多いっていうところが、えっ、ー、と、まあ、その強みになってるんですね。だからここがサウジアラビアと。で、ここがイエメン。で、オマーンですね。ここがオマーン。ここがイエメンです。まあ、重要頻度と、重要なランキングというと、イエメンの方が大事ですね。 オマーンよりもイエメンの方が大事なので、あのこんな覚えてねいよって人はイエメンを覚えてください。はい。で、えー、っと、ここですね。このちっちゃい国が、あ、いた。これは、地図書で確認しておいてください。なんか、ここまで、えー、やるといけないので。アラブ首長国連邦。ここを、えー、見てみましょう。ここですね。ここのアラブ首長国連邦はとりあえず覚えておかないといけないですね。アラブ、えー、首長国連邦。で、あのー、 もしかしたら、この動画を見てくださっている方の中に、アラブ首長国連邦はやばい国だっていうふうに思っている人もいると思うんですが、意外と、豊かなんですね。っていうのは、あの、アラブ首長国連邦でその、サウジアラビアが面している分だけ、こう、あの、石油が面してるじゃないですか。で、しかも国土面積も小さいので、そんなに人が住んでる、あの、人口も少ないんですよ。で、人口が少なくて、で、石油がいっぱい取れるんです。じゃあ、その少ない、えー、まあちょっとだけ少ないんですけど、サウジアラビアでまあ割と多いその石油っていうのを少ない人数で分け与えるとすれば、 かなり豊かな国になるんですね。だから他の国からここに、まあ、雇用機会を求めにこう、まあ流れていったりするわけですね。ここがアラブ首長国連邦となります <laughs> え。次です。ここがイラク。イラク。で、次、ここがイランです。もうどっちがどっちかわかんないよって感じですけど、こんなにでっかい面積いらんっていうふうに覚えておきましょう。こんなにでっかい面積いらん。まあそれか、そのイラーまで合ってるんで、イラー。 クっていうふうにこう左に行きますよね、最後に。だから、左がイラクで、イラ、んっていうふうに右にこうはけていきますね。だからイランと。まあなんかもう、の書き順が、こう書く、僕こうやってん書くんですっていう人はもう、もう違う覚え方してください。えっと、まあイラ、ンですね。だから、こんなでっかい面積いらんっていうふうに覚えておきましょう。で、えー、っと、まあここの二つ行きましょうか。アフガニスタン。 あ言うの忘れてたけどここら辺はあのあ標高も高い国なんだなっていうのをああの合わせて覚えておいてください。で次パキスタンここがあパキスタンはインドとセットで覚えておくべきっていうところは言えるんですけども。えっ、ー、とまあアフガニスタンパキスタンと。で一応そのまあなんかここら辺全体で昔インドだったらしいですね。ただそのインドってヒンドゥー教ですよね。でパキスタンってイスラム教なんですよ。えー、ちなみにここに。 バングラデシュっていう風な、バングラデシュとも言いますけど、バングラデシュっていう国があるんですけど、ここもイスラム教なんですね。で、昔ここは、あの、東パキスタンと言われてました。東って右のことだからね。えー、右のパキスタン、東パキスタンと呼言われてました。バングラデシュ。で、まあ、なんでそういうあの背景があるのか。もう昔はここら辺までインドだったんですね。で、ヒンドゥー教、イスラム教、イスラム教なんです。真ん中にでっかいヒンドゥー教がいて、両端はまあちっちゃいあのイスラム教なわけですね。じゃあ、 ま、要はその宗教の、宗教間の対立が起きて、ま、ここら辺にこう、もう国境引いてやろうぜ、つって。もうお前とはもう、やってられるか、つって、あの、イスラム教とヒンドゥー教で分かれた。そんな感じです。だからここ昔、言ったっけ東パキスタン言ったな。パキスタンっていうふうな名前でした。旧東パキスタンと。まあ、あの、もう名前変えましたけど。はい。で、えっと、前からその、分かれたってことね。だから、インドとパキスタンはもうここら辺セットで覚えておけばいい。で、 まあその、僕の中ではインドとパキスタンっていうのはセットで覚えるものだと思ってるので、そうすると、イランとの位置関係がよくわかんなくなるんです。そう、ここら辺で覚えちゃってるから、らここら辺とここら辺分裂して覚えてるので、ちょっと位置関係はわかんなくなるので、イランの右にパキスタンがあるぜ。これは覚えておくといいと思うんですね。はい。イランの右にはパキスタンがあるぜ。だから、2個覚え方があります、パキスタン。インドの左にパキスタン。イランの右にパキスタン。この2つの覚え方で、もしっかりパキスタンの位置を押さえておいてください。で、アフガニスタンが、 取り残されれてますがどうやって覚えるよこれはアフガニスタン。アフガニスタン。うん。まあちょっとこれは考えておきます。はい。ということで、えっ、ー、と、上の方行きましょう。ここですね、次。で、えー、ここら辺についてはトルクメニスタンって言います。はい。トルコと同じ、えっ、ー、と、井戸ですね。トルコと同じ井戸にトルクメニスタンって国があります。なので覚えやすいですね。まあここら辺のちょっと小さい国は今回勘弁してください。書けないんで。 トルクメニスタンねで、ここ、えー、っと、ここが、えー、ウズベキスタンとなります。ここね。ウズベキスタン。トルコの井戸が同じでトルクメニスタンで、その上になんかスタンだけ合ってるようなウズベキスタンがあるわけね。てかスタンでここ繋がってますよね。ちなみにここカザフスタンなんで、このでっけえやつね。でっけえのにね、覚えてないんですね、これ。僕もさっき知りました、これ。はい。 <laughs> そんなやつに教わってるっていう皆さんの気にもちょっと慣れてる感じですけど <laughs> カザフスタンですねさっき知りましたでとカザフスタンだからウズベキスタンの上にカザフスタンがあるってことですねどう覚えましょう、まあ、アフガニスタンとパキスタンはまあ覚えたねさっきだからカザカウトカウトアッパーって覚えましょうカウトアッパー だから例えばなんかそうですね麻薬ね麻薬を買うとアッパーするぞって全然罪が重くないですけどえー、麻薬を買うとアッパーですねで買うとのとは取ること同意度なので、まあ、その上にあるか下にあるかっていうふうな感じで覚えておきましょうということでこれ合わせ書きますえっ、ー、と「買うとアッパー」っていうふうに覚えておきましょう。 じゃあまあとりあえずここら辺まで覚えとけばいいかなって感じですちなみにここら辺からもとあのロシアになりますかねもうここら辺からバーンバーンロシアですからここら辺からもう全部ロシアですでもなんかロシアの場所が意外と分かりにくいってところで言えるんですけどねはいということで、えー、ここまで見えてみましたうんこんなもんでいいかなあちなみにここシリアねえー、っとシリアねここまあ、イラクの左にシリアあるぜと。シリアってなんか危ないイメージあると思いますけどまあ そうですね。ちょっと貧しい国だっていうところです。はい。じゃあ、とりあえずここまでが国名です。国名まで終わりました。ということで、次、気候の方行きましょう。で、えっ、ー、と、中央アジアとか西アジア、ここら辺は基本的に BW 気候だと思っておいてもらうといいんですね。基本的に BW 気候だと。もちろん、このインドとかになってくると、やっぱ A 気候、C 気候が入ってきます。インドになるとね。 でも、あの、僕らがよく分かってね、なんなん、ここ、未知の領域がありますよね。インドは分かってるぜ。で、ここら辺もなんか、鉱山帯だろうと。えっ、ー、と、まあ、ヒマ、ヒマラヤ、ヒマラヤ山脈、ここ通ってますから、鉱山帯だろうと。H 記号ですね。なんなら ET 記号、もうツンドラ記号ぐらいの感じです。で、まあ、だから、ここら辺とかインドは分かってないですよ。インドは、ま、ここら辺、デカン高原があるところら辺は、BS 記号。で、あとは、えっ、ー、と、あ A w と AW って押さるときですね。まあ、ここら辺は CW で、えー、ここら辺は AW でって感じですけど。 ま、ちょっと説明雑すぎて申し訳ございません。まあ、あの、地図調理見ておいてください。まあ、緯度が上がっていって、まあ、冬乾燥するっていう特色が変わらないんですけど、緯度が上がっていって CA って感じですね。で、えっと、まあ、ちなみに、もう言っとこうか。ここ AM 記号ね。AM っていうのは、今弱い寒気がある AF って感じです。まあ、AF やと思っていてもらっても大丈夫です。ちょっとだけ寒気があるよって感じです。ま、だから CW、AW のここの W の影響を受けたんだね、ここが。では AF にはならん。でも AM になる。 ついでに言っとこう。えっ、ー、と、ここにスリランカがありますね。スリランカの、えっ、ー、と、ここは、A、AW。でも、ここは AF です。はい。まあ、あの、知らなかった人は押さえておく必要があると思います。はい。じゃあ、えっ、ー、と、とりあえず、ごめんなさい。<laughs> かなりは話が脱線にしましたが。基本 BW だと思っておくらいんですね。ここら辺の未知の領域がありますよね。基本 BW だと思ってくる。どこら辺まで BW かっていうと、えっ、ー、と、まあ、この、 カスピ海がありますよね。で、このカスピー海から、ほらーって線引きます。え、ここまでかよって感じですけど。はい。ここまで BW なんです。で、えー、っと、カスピ海からこう直線引きますよね。めっちゃ綺麗に引けたな。うん。こういううに引きますよね。で、えー、っと、左の方はさっき言ったように、こう、カスカス山脈があるので、ここら辺は鉱山帯となって、えー、まあ ET と。で、あとはロシアとかの感じなので、まあここら辺標高が高いですから、まぁ、あ、E、ごめんなさい。なんだ、DF か。 DF 機構だったりするんですけど、クソパヘンは、まあ大事っちゃ大事だけど、まあトルコの右上ね。トルコの右上は、えー、DF です。ごめんなさい、なんかさっきから例外しか言ってないけど、DF ね、ここら辺が。で、えー、っと、ここら辺は H ね。で、じゃあ、基本的に BW って言ったけど、このトルコら辺ですね。やっぱトルコら辺でちょっとなんかおかしなことが起きるんです。えー、っと、こっちの方には地中海がありますし、こっちの方にはロシアがあると。 ということは、で、ここら辺には高山台があるからね。だから、いろいろ混じるんですけど、トルコは幸運なことに BW と BS しかありません。ごめん、間違えた。えっ、ー、と、BS と CS しかありません。CS と BS しかありません、トルコは。ここら辺ね。だから、CS から BS のイメージ、ここら辺は。だから、冬は雨が降るところが多いってことね。えっ、ー、と、CS と BS って意外と似てるんです。えっ、ー、と、そうですね。まあ、例としては、ロサンゼルス。 ロサンゼルスなんかはまあ BS なんだけど、CS 気候チックな気候になってます。はい。だから乾燥しきってるってわけじゃないのね。ロサンゼルスとか。アメリカのね、あの、アメリカの西海岸の、西だ、西だっていうかな。西、西海岸の方なんだけど。はい。で、まあ、そこら辺のイメージですね、B。CS から BS のイメージ。で、ここら辺もトルコと同じ緯度ですね。トルコと同じ。 トルコと同じ意図だから、それは気候も似てるか来るはずなんですよ。だから、ここら辺のトルクメニスタンのあたりですね。ここら辺も BS から CS。そんなイメージです。あとは、基本的に BW。で、ここら辺に稀に BS があります。サウジアラビアはもう基本的に BW ですね。で、まあ、ここら辺にさっき言った、言ったけど、ここら辺に BS 気候があるんですが、まあ、基本的には BW。で、ここら辺にちょっとだけ BS があるぜ。ちょっとだけだけど、だからもう覚えなくていい、ここら辺は。ちょっとだけ BS があるぞと。っていうか、まあ、ここら辺に BS があるんだろ、あるんだから、 ま、ここら辺にもま、ちょっとは影響あるでしょうっていうふなイメージ。ここら辺に BS、CS があるんだから、CS ぐらいまであるんだから、ここら辺も BS はちょっとだってあるでしょう言うてることわかるねここら辺に BS、CS があるんだから、ここら辺にも BS あるでしょ基本的には BW なんだけどね。さっきも言ってるように。で、えっ、ー、と、おい,おい。ここら辺も CS から BW で、えー、ごめんなさい、CS から BS で。ということは、ここら辺にもここら辺にも、B、CS から BS の影響があるぜ。で、カフカス300を挟んで、ここら辺が DF と。 ちなみに、あの、ね、その DF の上は BS だったりするんですけど。まあ、そこら辺まではいいでしょロシアの気候をドカーンと出してくるかなって感じなので。はい。ということですね。ちょっと、あの、不安なので、一応、ま、覚えなくてもいいですけど、カザフスタンの北の方は BS ね。で、東の方はさっきも言ったように、基本は BW なので、BW ね。 言ってたでしょあの、さっきのカスピ海のよりも下はもう基本的に BW だと思っといていいと。で、えっ、ー、と、ごめんなさい、なんか話が長いな。えっ、ー、と、まあ、さっきも言ったように、あの、ヒマラヤ山脈がありますよね。ヒマラヤ山脈とか、あの、えー、なんだ、チベット高原ですか。スーフなのがあるので、ここら辺についてはまあ、まあなんか、ね、ちょっと行き過ぎましたけど、うん、まあまあまあいいや。な,な,ん,なんとなくわかりますね。えっ、ー、と、H とか ET とか、 あまあでも、ここら辺も、あの、ちょっとだけ高いので DF とかいう感じなんですけど、基本は BW です。中国もここら辺まで拓山さん、拓山、拓、拓山観、えマカンさ、拓からん何だっけ拓、ま、ありますね。<laughs> ごめんなさい、なんか、ド忘れした。と、ゴビ砂漠があります。まあなので、そこら辺のイメージでここら辺 DW、BW ってことは言えますよね。ということで、かなりあのー、丁寧に説明したんですが、えっと、かなりちょっと、 効率の悪い動画で申し訳ございませんでした。ということで、まあ、取り直しの機会がありましたら、また取り直そうかなとは思うんですが、まあ、基本ちょっと取り直さないと思うので、えっ、ー、と、よければ、なんか、もし訂正等ありましたらコメント欄で、えー、やっていただけると本当に助かります。ということで、えー、コメント欄、コメントですね、えー、この動画終わらせていただきます。ありがとうございました。